みんな聞け。今日はとても珍しいカスタムをしている JB の案内を見つけたので、これより取り調べを行う。捜査対象者、よろしくお願いします。はじめまして。自己紹介のカメラにお願いします。あきです。あきさん。はい。SNS は。あ、インスタやってます。インスタグラム、じゃあ概要欄に貼ってきますんで。はい。はい、お願いします、はい。これはどちらで制作した車ですか。アディクトさんで。アディクトさん。お願いします。なんかデモカーとしても、なんですかね、扱われて。そうですね。知らないうちになってました。はい。というわけで、今回なんと特別にアディクトさんにお越しいただいている。お願いします。もう完全に外野のつもりでした。お願いします。これ撮ってましたよ。ちょっとカメラに向かって自己紹介お願いします。アディクトの永井と申します。よろしくお願いします。ちなみにこちらがアディクトさんのデモカー。そうですね、このデモカー、はい、でこちらがお客様の車だけどデモカーとして出しています。ちょっとじゃあ女子図鑑なんで、まずこちらの車、はい、ポイントをカスタムしたポイントがはい、教えてください。彼女がファミリーカラーのターコイズブルーが好きということがあったので、はい、まあ、そっちから差し色でコーディネートするような形でアクセントを加えているポイントになります。なるほど、ティファニーが好き。ティファニー、なるほど、今日カラーが、はい、なるほど。まあこれですよね、まずやっぱり最初に目つくのがこれ。何ですかこれ。こちらはもともとダムドの製品なんですけども、はいはい、で、あのリトル G のベンツのモールをイメージしたものなんですけど、はい、通常はメッキなんです、はいはい、でそのメッキを色を変えたいっていうことで、おでプレートからもううちでワンオフ制作させてもらって作ったんですね。プレート自体変えてます。へー、お気に入りですか。そうですね、ただの黒じゃなくて、ここはやっぱりポイントありますね。そうですね、まあ、できればこれマグネットしてもらって冷蔵庫でこうメモ用紙で止めれるかしら。それにも見えなくない。これがぐるっとちょっと皆さん回りましょう。ぐるっと、まあ、女子図鑑なんで女性の方入ってくださいね。はい、ここまで来て、まあ、こういう感じで、すごい目立つ、はい、黒と青って合いますね。はい、そうですね。リフトアップしたんですけど、その時のバネもちょっと色味は違うんですけど。ちなみにところで 何インチアップですか。これ40ミリです。どこのメーカー。ジャオスで。ジャオスの40ミリを色を塗った、はい、そうです。ティファニーカラー。これはちょっと飛んじゃうんですけど、これってこれもホワイトレターを塗ってもらいました。 B と G だけ塗るっていう、なんかあれがあるんですか。ちょっとアメリカンっぽい配色で。あ、なるほど、はい、US カラー、はい、そうですね。赤と青をどういう組み合わせにするとか、どの文字塗るとかにちょっといろいろ考えて、はい、でここにアディクトのティファニーカラーで、はい、でも添えてます。アディクト、はい、アディクト主張しすぎだろ。どの方向から見てもね。ホイールどこのですか。ホイールはレイズですね。黒でちょっとデカデカした感じ、はい、はい、あ、これ書いてますよ、40。あ、そうですね、これもう、はい、リアがまた、あ、また、もうこれ、ここカットしなきゃいけない。さらっていいですよ、ここ。あ、この辺もなんかナンバーフレームとか、はい、いやまた出たよ、アディクト、アディクト。マッサン、これ、あ、閉めといて欲しかったな。あ、すいません。ちょっと中から見せてください。巻いてます。すごい、ほら、なんですかこれ。これはジムニーの窓が開かないので、うん、開けれたらいいなと思ったら、そういうのがあったので、はいはい、つけました。これアディクトさんで。そうですね、アディクトさんにつけました。これちゃんとバイザーも。そうですね、これも
か試作段階なんですけど、ファイザーをもうちょっとつけてもらって、雨が走行中でもカーに止まない。ちなみにこれ、ラスさん、うん、ちょっとすごいですね、こだわりなのがこの中の内側のモールシステム開いたらここはないんですね。そうです。これそれも試作なの、はい、あ、そうなんですか。はい、あ、ちょっと聞いてみましょう。アデキトさん、これは作ったんですか、売ってるんですか。これはもともと海外にある製品なんですけども、はい、それを独自のルートでオランダから仕入れて販売しています。海外のジムニー用ってことですか。そうですね、海外で車種専用設計でも、はい、新型ジムニー用で売られているものなんですけども、まだまだ日本ではそれがなかなか入手ルートがなかったところで、はい、ようやくなんとかそれをルート作れて販売まで。それはもともとあるガラス窓を外してはめて。そうですね、はい、ただ通常のネジ止めじゃないもんですから、はい、接着剤での固定になるので、うん、なかなか一般の方ではできないと思いますけど、はい、業者がやった方がいいですね、はい、へえ、すごい。これバイザーもセットってことですか。バイザーは後付けのオプションで、今まだ開発中なんですけども、はい、第1号でちょっとプロトタイプを今付けさせてもらってます。ちなみに左右ある。今この車はね、こっち側なんですけど。そうですね、はい、左右選んでいただける形で展開してます。すごいですね、ガラガラ、はい、ガラガラとは言ってないと思うけどな後ろの窓が開かないっていうことを皆さん問題にされてる方がいて、はい、で従来のジムニーではそれが今まで聞かなかった声だったんです、うん、でそこで新型ジムニーの方はやっぱり需要が高いと思って、はい、いいっすね。大変な次第はこれ、あれですまだここに貼ってるし、はい、しっかり宣伝してます。そうですね、これがやっぱりみんな注目するから。そう、ね、ここのアディクトが一番強いですね、はい、そうです、みんなこれ見ますからね。そうです、そこは撮ってもらえるんで、すごい。ちょっと中から見てみましょう。おお、すごいですね、昔のバスみたいですね。そうです。これやっぱり開けると風通しいいですか。そうですね、対角線で、はい、助手席側の窓を開けて、こっちの運転席側の後ろにつけた窓を開けると、うん、結構走行中風が通るので、はいはい、なるほど、はい、なんか涼しくしたいんだったら、はい、こっちとこっちがいい気がするんですけど、はい、そうじゃない。そうじゃない、こっちとこっちがいいですね。こっちかなと思ってつけましたなるほどです、はい、まあ細かいところに言えばシートカバーとか、はい、ここもこれバディット製なんですね。そうですね、文字がクリニックで入っているので、はい、まあ、中は割とシンプルですね。そうですね、あんまり物を置かないように。シンプル好きですね、服装も。そうですね、シンプル、黒に、シンプルで、いや、おしゃれで、いや、黒が似合う女性はね、素敵ですよね。ね、これだから、これが目立つようにコーディネート黒にしたんですよね。そうですね。で、ニューバランスはティファニーバランス。ちなみにちょっと気になるのが、はい、あれつけると重量どのぐらい変わるんですか。重量は結構重くなりますね。部品自体で7キロぐらいあるので。あ、7キロもあるんですか。はい、鉄なんですか、素材が。アルミのフレームになってます。なるほど、まあ、強度出すためには。そうですね、はい、と思ったらまたすごいのが何ですかこれ。俺こっちの方が気になるんだって。あ、これ何ですか。こちらはガルウィング開閉式タイプの、はい、後付けの窓になります。これもアディクトさんで。そうですね、うちで同じように販売させてもらってます。これも普通にそのまま、はい、押してもらえれば。おお、そこをここでなんかこうキュッといきなり出すか。そうですね、はい、ダンパーがやっぱ強いものから持ってくれる感じがありますね。はい、で、はい、押さえてもらえれば。おお、すごい。で、鍵閉めて。そうですね、はい、いいですね。なんかこう、もっと。そうなんですよ、細かいものであれば、はい、本当ちょっとした荷物出せるので、はい、後ろのドア結構開けるとダンパーで開いてっちゃう問題もあるじゃないですか、はいはいはい、そういう場合はここから小物だったら出せるのが結構使い勝手いいかな。荷物の出し入れ、はい、俺その頭なかったはあ、でもこっちの方がお気に入り。俺はこれ引っ張りっていう撮影方法の時にやりやすくていいなと思って、はい、うん、これはこっちの方が困るんですね。なぜかって、本当に性格上これ上げっぱなしでガリガリガリって言っちゃうんですよ。これいいですね。これも重たくなっちゃう。そうですね、こちらの方がちょっと重量はありますけどね。まあでも便利ですよね、はい、そうですね、外から開けれるのがアウトドアする人には便利かなと思います。確かに
で車中泊だったらもうあちらの方が絶対いいんですけども、はいはい、ここでタープとか貼ってもらった時なんかは 車内ともコミュニケーション取れますし、ちょっと荷物の出し入れの頭があったなら、はい、俺これおとつい原稿書いちゃったか、あ本当にそれはよそで出します。2回に分けてお願いします。鍵があって、はい、あります。でこれで回していただくと、はい、ここもロックがあります。あ、本当だ。いいっすね。はい。でこちらも同じですね。まあ、片方を閉めてもらえればほどいいんですけど。そうですよね。1個で十分な気がしますけど。ね、はい。同じ鍵でいけますので、はい、これでこちらもロックがあります。こっちはロックはあるんですか。まあ、中からだけですので。あ、なるほど。はい、中でこうパチッとやらないと。そうですね。はい。いいっすね。あのね、こっち、あの網戸とかのオプション設定も今後出てくる。あ、網戸欲しい。確かに。網戸だとかガードパネルとか、やっぱりそういったものの需要も今後あると思うので、はい、そういったものも同時に開発中でやってます。まあこれもね、あの大きければ網戸だと思う。そうですね。ガラスどこ行った多分。キャリア可愛い。そうですね、ちょっとレトロな雰囲気のテイストを入れてるので、はい、こちらはアピオさんのせいです。アピオさん、はい、まあ、女子図鑑なんで、あのデモカーいいですかね。マフラー気に入られですね、でもかっこいい。ありがとうございます。なんすか、あれ。こちらはガナドールのマフラーです、はい、で、かっこいい、うん、ジムニーでつけてる方はまだまだ少ないと思うんですけど。いや、ですよね、俺は見たことないですね、はい、色の色が、はいはいはい、うわ、まあ見た目より静か。そうですね、はい、日本出しでチタンカラーでスクエアってなかなかジムの方で着てる方少ないと思うので、ね、いないですね、はい、かっこいいですね。ありがとうございます。このデモカーもすごくまとまりあって、ただ一つ気になるのは、はい、お客さんのジムによりステッカー少ないじゃないか。自分のに貼らないじゃないか。まだこれからなんですよ。全然アディクト書いてないですよ、こっちに。いじっていい、はい、ね、自分とこのデモカーの試作途中のサスペンション、はい、うん、近日、はい、もうちょっとしたら多分発売されるオリジナルのビルスタインと、はい、あのコイルスプリング、はい、でこれ3インチだよね、はい、3インチだよね、いいですね。やっぱでも窓がやっぱり今回は、はい、ありがとうございます。なんか左右やらないと気持ち悪いですけど、なんかね。なんかこっちだけみたいな。おいおい両側できたらいいなっていうのがあるけど、はい、まあ、順番に展開していこうと思ってます。はい、やりそうですね、那須さん。俺はこれだいぶ気になってる、うん、まあ、やっぱりね、古いジムニ乗りの人も、まあ、昔は会えたわけじゃないですか、うん、1、1、2年までは、うん、やっぱはめ殺しだった。そうですね、だって2、3の方も用意してるんで、はい、今後また2、3の方の方にもどんどんつけていただきたいなと思います。ね、だってマックでドライブスルーした後に匂い出したいですもんね、ポッカーも。そこそこ、なんか後ろでこう、ポテトの匂いが循環してるんじゃないかな、窓開けても流したいですもんね。そうですね、わかりました、いいもの見せてもらいました。はい、はい、ありがとうございます。協力に感謝する。はい、はい、以上で、コーサーを終了する。動画見たことあります？ちょっとデフロックで締めてください。はい、はい、いきます。以上で、コーサーを終了する。デフロック。ナイスジムニー。なんか俺が好きそうなものがある。すごく好きそうなアイテムが女性の車にくっつくけど、今から、はい、なんすか、今からつきます。なんすか、あ、映していいんすか。モザイク入れといて。つけますか。おいおい、広告つかなくなるぞ。これなんすか、何のために。これはバンパーナッツっていう、はい、いや、本人の希望で。バンパーナッツって言って好きってことですか。あ、っていうわけじゃないんですけど、あの USK のカスタムとかについてると、他のジムニー乗りの人つけてるのあまり見たことないで、ね、ないですよ。はい、バンパーナッツ、はい、なんか意味があるんですか。これは多分 US のジョークじゃないですかね。そうですね、あのハイライザーとかそういったアメリカン系のカスタムでつけてる方がいて、一時期流行ったアイテムです。へえ、ね、持って生まれてこなかったので。なるほど。説得力が。これいつもイベントの時につけてました。今日つけてました。今日撮影の時つけなかったですね。走行中はやっぱこうバーってなっちゃうんで、はいはい、当たっちゃうんで、はいはい、
着いた後に見つけて帰る前に撮る。たまたまアディクトさんに教えてもらって、うん、たま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 なだけ。たまたまだけ。やっぱ好きでしょあなた。違います。違います。やめてください。お嫁に行けなくなります。何なんすかこれは。なるほど、これがアメリカンジョークと。そうですね、はい、取っときますか。じゃあ結構リアルだな。ぜひあの隣に座ってこう触っといて。でもあれを蹴ってるの見ても痛そうですね。なんか、いや 蹴ってしまいました。視聴者の皆さん、ちょっと痛いのを我慢してください。ああ分かりました、ありがとうございます。